東京都は新型コロナの感染状況について、4段階で示している警戒度を最高レベルから1段階引き下げる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。都内の新規感染者の7日間平均はおよそ300人と、8月の第5波のピークに比べておよそ15分の1になっています。感染状況の警戒度が上から2番目になるのは、去年11月以来およそ10ヶ月ぶりです。 一方で医療提供体制の警戒度は入院患者が1181人と高い水準にあることから引き続き最高レベルを維持します。